アブサヤフ、アブサヤフとは、フィリピンのイスラム主義組織、単一の組織体ではなく複数のセルのネットワークであり、フィリピン南部のホロ島やバシラン島などのスールー諸島、及びミンダノ島のサンボアンガ半島などを拠点とする、フィリピン政府とアメリカ合衆国連邦政府によって、テロ組織に指定されている。1991年に、 モロ民族解放戦線から分離して、アブサヤフを設立したのは、フィリピン人イスラム教徒のアブドラガクジャンジャラーニ、アブドラギャックジャンジャラニーである。ジャンジャラーニは、シリアやサウジアラビアで、イスラム神学を学び、その後、ソビエト連邦のアフガニスタン侵攻に対抗する、ためアフガンへ渡り、サウジアラビア人やアフガン人のムスリム組織、イスラム聖戦士、ムジャーヒディーンが、 パキスタン国境付近に作った7つの武装組織のうちアフガン人のアブドゥルラスルサイヤフが指導する組織に参加した。ムジャーヒディーンには世界各国からイスラム教徒が参加しフィリピン南部からも数多く志願していたが彼もその一人であった。ジャンジャラーにはそこでウサーマビン・ラーリンと会っている。ムジャーヒディーンはサウジアラビアの資金で運営され CIA や軍統合情報局 ISI が訓練を行っていたが、1989年にソ連軍が全面撤収し、冷戦が終わると、ムジャヒディーンにはその後続いた内戦に参加する者も,もいたが、ジャンジャラーニは故郷であるフィリピンのバシラン州へ帰り、ミンダナオ島周辺のイスラム社会をキリスト教徒、カトック中心のフィリピンから独立させることを目的に、 武装組織を結成した。モロ民族解放戦線、MNLF からの過激な分派として、ジャンジャラーニには、ビン・ラーディンから、設立資金がされた、とされる。アブ・サヤフは、かつて共に戦ったアブドゥル・ラッスル・サイヤフから取った、名である。アブ・サヤフは、アルカイダのラムジ・ユセフなどから、軍事援助を受けた。アブ・サヤフは、ミンダナ・オトで、フィリピン警察や、軍相手に、 ゲリラ戦を行い、マレーシアやインドネシアでも活動を行うようになって、行ったが、1998年に、ジャンジャラーには、フィリピン系との銃撃戦で殺害される。精神的指導者を失ったアブサヤフは二つに、分裂し、イスラム社会の独立運動より、強盗や、身の白金目的の誘拐を繰り返す、犯罪集団となり、絶頂期には4千人いた。 抗戦員も2000年頃には100人以下にまで減った。多くは、モロイスラム解放戦線、ミルフなどに合流したと考えられる。2014年頃からは、アイスセルの影響下に入り始めた。2017年5月に、フィリピン軍と抗戦状態となりアブサヤフ側に、多数の死者が出たが、死者の中に、マレーシア人、インドネシア人、シンガポール人など6人の外国人戦闘員が、 確認されている。2000年中頃からフィリピンの大都市でテロが頻発するようになり、首都マニーラでも高架鉄道の車両が爆破された。2000年4月にボルネオ島近くのシパ団島で外国人の観光客など20人を拉致する事件を起こした。もともと治安は良くなかったが、さらなる急激な治安悪化は社会不安を引き起こし、 大統領ジョセフ・エストラーダは失脚した。これらのテロは当初共産主義勢力が起こしたのではないかと言われたが2001年1月に就任したグロリア・アロヨはアメリカ同時多発テロ事件以降一連のテロはアブサイアフライスラム系過激派の仕業として米軍を巻き込んでミンダナオ島などで相当作戦を行った。百名以下五十名ほどとも言われるまでに勢力を 落としていたサヤフは、この作戦で、ほとんど壊滅したとみられる。2004年2月27日、マニラ湾コレヒドール島近海で、旅客船スーパーフェリー14を爆破し、死者、行方不明者116名という、フィリピン史上最悪のテロ事件を引き起こした。2007年1月、フィリピン国軍は最高指導者であるカダフィ・ジャンジャラーニが、死亡したと発表した。 他の幹部も死亡しており、弱体化が予想される。公認の最高指導者には司令官の投票で、シリアやリビアへの留学経験もある、イスラム教学者のヤセルイガさんが選ばれた。東南アジアのテロ組織、ジェマイスラミアとの強い関連が指摘されている。2014年3月、セルの一つであるジュンドアルタウヒードがアイセルに忠誠を誓ったとされる。同年7月、 最高幹部のイスニロン・ハピロンがインターネット上のビデオでアイスセルへの忠誠を表した。2014年9月にドイツ連邦政府に対してアイスセルへの生来の決意作戦への支援中止や身の代金の支払いを要求しドイツ人人質の殺害予告を行ったが翌10月に人質は解放された。2015年9月にはサマール島のリゾートホテルを ボートで襲撃し4名が誘拐された。この事件では日本人、女性1名も襲撃を受け拘束されたが脱出した。この他にもマレーシアサバ州を含む複数地域で外国人誘拐事件が多発したことからフィリピン軍は軍事作戦を開始。2016年4月にバシラン島で交戦した際に死亡したアブサヤフ、戦闘員の中に モロッコ人が1名含まれていたことが確認された。同月、人質のカナダ人、男性1名が、バシラン島で殺害され、頭部が、ホロ島に投棄された。2016年11月、マレーシアサバ州沖を、ヨットで公開中だった、ドイツ人男性を誘拐し、妻を銃殺。二千十七年、誘拐した、ドイツ人男性に対して、身代金さん、レーペソ、 約6、700万円を要求。解放交渉は進まないままに要求期限となりアブ・サヤフはドイツ人を殺害、残首場面の映像を公開した。ドイツ人男性の遺体は同年3月3日にスールー州で発見された。2017年5月23日、フィリピン軍の治安部隊はアブ・サヤフの指導者、イスニロン・ハッピロンを拘束するために、 マラビ市内のアジトを吸収したが失敗。アブサヤフ側はアイスセルの黒い旗を持って市内を荒らし始め事実上交戦状態となった。軍は上空から攻撃ヘリコプターによるロケット弾攻撃を加えアブサヤフ側に大きなダメージを与えている。組織が弱体化していたこともあり早期収集も想定されていたがアブサヤフ側の戦闘員は 周辺諸国の外国人を含め数百人の規模となっており、住民を人間の盾として利用して抵抗。市街地戦を繰り広げた。2017年6月9日の戦闘では、双方に多数の死傷者が出た。政府側の発表では、フィリピン軍海兵隊員が13人、死亡40人以上が負傷している。また、同日、在フィリピンアメリカ大使館は、 フィリピン政府の要請により、アメリカ合衆国の特殊部隊が、フィリピン軍を支援していることを表明している。2017年10月16日、国防大臣は、ミンダナオ島にある南ラナオ州マラウイにて、アブサヤフのリーダーイスニロンハピロンを、マウテグループのリーダーオマルマウテとアブドラマウテと共に、殺害したことを明らかにした。詳細は、マラウイの戦いの項目を参照のこと、 と、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。